こんにちは、伊勢野です。急に今、そうだな、撮ってて、今から話す話は、公開するかどうかは、置いといて、まだ決めてないんですけど、今の俺の気持ちを、忘れないように、ジップで圧縮するみたいに、フリーズドライにするみたいに、いつでも、できれば、今みたいには思い出せなくても、いつでもお湯かけたら、近いものを思い出せるように、思ったことを、ちゃんと言葉にしておこうと、思って、自分の備忘録ぐらい思って今、喋ろうと思います。すごい嬉しいことがあって、嬉しいことっていうのはやっぱ悲しいことの中にあって、僕が、元気なくしてて、最近、精神病の方もあまりいい感じじゃなくて、で、俺にとって、すごく大事なことだから、あんまり言葉にはして僕はしたくないんですけど、そういう時に、みんなっていうのは、名前はあげないんですけど、でも、ジグドレスの大輝は、仕事が翌朝9時からあるのに、朝5時まで一緒に、マジで嫌な顔一つせずに、お前の力になれるなら嬉しいよっていう感じで、ずっと付き合ってくれて、俺を心配して、俺の昔からすごい大事な友達は、偶然俺の家の近くに来たみたいな、嘘ついて、そんなわけないのに、嘘ついて、連れ出してくれて、そしたら、よく一緒に遊ぶ、俺が一番、可愛くて、大好きで悩んでる、後輩って言ったらいいのかな、年下の友達って言ったらいいのかな、大輝、昨日も来てくれて、起きるアラームが、朝なんですよ、これ。朝起きて、友達からの LINE 見て、今、俺はなんて本当に情けないから、これを人に見せるのは、とか、こういう、泣いたりする人情があるところを見せて気を引こうとかって思われるかなとか、いろんなことを考えて、これをラジオとして公開するのは、支離滅裂だし、どうしようかって思うんですけど、でも、俺このこととかこそ、みんなに知ってほしいっていうか、分かってほしいっていうか、俺が一番大事にしてて、伝えたいことなんで音楽やってるかっていうことだし、本当に、よく一緒に仲良くしてる、音楽をやってる、俺と同い年の、すげえ才能あるやつがいて、超人気なんですよ、そいつ。出会った頃は、まだ全然人が彼の音楽を理解しなくて。あ、撮れてるかな。ああ。そう、出会った頃は、人たちはみんな彼の音楽を理解できなくて。でも、一緒に悩んで、でも彼は、その、苦しんで世の中に勝って、今すごい人気で、すごい俺の自慢の友達とかいるんですよ。てかみんな自慢の、本当に自慢の友達なんですよ、僕の友達って。それとかがすごい心配した内容のこととかをくれて、その気持ちがすごい嬉しくて、一点のエゴもない、俺のことを利用しようとかそういうことがあったらそうはならないっていう、そういうことを、そう思えることを言ってくれて、で、昨日、みんなで飲んでて、大輝が言ってたことなんですけど、その、もしかしたら、俺は、伊勢野のことを、どこかで利用しようとしてるんじゃないかって思ってすごく怖くなるって。それがずっと怖かったって言ってて。でも最近は、本当に通じ合えたと思えて、そうじゃないと本当に思えるようになったって言ってくれて、俺すげえ嬉しかったな。ありがとうな、大輝。だから、でも、俺たちがそれに対して思うことなんだけど、そういう気持ちはどうしても生まれると思うんですよ。脳はあらゆることを計算するから、可能性を考えれるだけ。すべてを計算してみるから、一回すべてを計算してみるから、うん。なんか、こいつのこう気持ちを無視したら、とか、罪悪感とかを無視したら、こういうことができるなってとこまで考えたり、一瞬しちゃうのは、無邪気に可能性をいろいろ考えちゃうからのは悪とか善とかじゃないんですよ。だから、その悪い考えが浮かぶのは一概に悪ではないと思うんですよ、僕。でも、その悪い考えの中に優しい考えもたくさん他にもいろいろ持ち出せると思うんですよ。例えば、伊勢野のことをなんか利用しようとしてるのか俺はって思う反面、でも俺本当にこいつのこと好きだからなとか、そんなことなんか利用しようなんて思うなんて俺は最低だって思うこともできる、大輝みたいに。でもよぎってもその悪い考えを取らないこと、戦うこと、そうはなりたくない、悪魔になりたくないっていうこと、うん。それが、俺たちは化け物にしない唯一の方法だと思うんですよ。それを忘れた瞬間に人は化け物になると思うんですよ。うん、なんか、チェーンソーマンの最新話読んでて、俺チェーンソーマンずっとなんかすごい好きで読んでたのに、なんか、みんなが騒いで、作者、に対して、お前らって思うような騒ぎ方をして、それが嫌で、俺は藤本たつきは何も悪くねえのに、チェーンソーマン見るの嫌になっちゃったんですよ。でも、やっぱり、読んでて、最新話、まあこんな、ネタバレにもなんないと思うんでいいんですけど、最新話で、うん、その、主人公のことを、なんか、いじめられててかわいそうだと思って、悪魔と契約しちゃって、それで暴走しちゃって、チェーンソーマンにやられて、で、命からギリギリ命は助かったんだけど、悪魔になっちゃってその子は。っていうこの話のところで今、ゆうこちゃんのところで。で、ゆうこちゃんは、朝ちゃんに悪魔になって会いに行くんですよ。さよならを言いに来たのって言って、私、なんか、あなたのこと助けたいから悪魔と契約したって言ったけど、でも私、本当は、朝ちゃん、助けたい、じゃなくて、その、チェンソーマンみたいにチヤホヤされたいっていうか、うん。この学校で、みんな私のことを無視っていうか、大したやつじゃないってしてくるのを、見返してやりたかったっていうか、みたいな。まあ、平たく言うとそういうこと言うんですよ。でも、それで私最低だって。本当にごめんって。あなたを裏切ったって言うんですよ、ゆうこちゃんは。でも、うん。それに対して、主人公のあさちゃんの回答は、あさちゃんがいじめられて靴なくしてた時に、確か、ゆうこちゃんが靴くれたんすよ。で、いらないって言うんだけど、いらないなら売っていいから、それも嫌なら捨てていいからって言って靴差し出すんですよ。それで、ゆうこちゃんと彼女は心が繋がったんだけど、あさちゃんはその靴を自分の逆に、その時、あげるんですよ。で、悪魔になって人の見た目じゃないんだけど、足は素足で、裸足じゃないって言って、あげるからって言って、いらなかったら売ってもいいよ、捨ててもいいよって言って。それは、あの時のお前の優しい気持ちは本物だよって、ゆうこちゃんに言ってあげてるってことなんですよ。あの時のお前の一瞬の私の優しさは、お前が一瞬私のことを悪く利用しようとしたっていう考えぐらいじゃ、消えない。っていうことなんですよ。うん。だから、それに対して、例えば、あさちゃんは、ね、そんなことで、そんな風に私を見てたの最低って怒ることもできたけど、いろいろ考えて、でも、ゆうこあの時靴くれたしっていうのを思い出して、その尺度を取ったんですよ。利用しようとしたって尺度じゃなくて。その尺度で見ようと思ったんですよ。彼女のことを。俺はその尺度の多さっていうか、人の可能性をこう思ってるかもしれないし、ああかもしれない。で、こういうところもあるし、でもこういうところもあるなっていう風に、多角的に見ることが優しさだと思うんですよね。うん。ごめんなさい、聞きづらい感じだったらごめんなさい。後で聞いてみて、あれだけど。うん。いや、でも、伝わるか。でも俺が一番伝えたいことなんだよな、これが。それで、ゆうこちゃんは正義の悪魔ってのと契約して人の心は読めるようになったんですよ。だけど、読めるのは、どうやら作中を見ると、感覚的感情じゃなくて、言語的感情、頭の中の声みたいなのが聞こえるようになっただけで、人の心って、文字にできるものじゃないんですよ。なんとなく文字で近くてこれで伝わるかってものを選んで、今僕も喋ってるだけで、俺の心の中のこの、いろんな思いがあるものを、このマーブル模様になってる心を、すべてあなたたちに完全理解してもらう言葉というのは、一言では絶対にないんですよ。ない、このように。きっと。一瞬だって同じ心じゃないし、ずっと。感謝が薄れたり、憎悪が膨らんだり、一瞬だって違うと思うんだよな。で、ゆうこちゃんはだから鳥の声、鳥の気持ちも分かればいいのにな、飛んでる鳥のって、鳥を見て思うんだけど、だから分かんないってことは、鳥は言葉を使えないから、言語部分での、感情みたいなものしか、読み取る能力を正義の悪魔は与えなかったみたいなんですよ、ゆうこちゃんに。そんなんは地獄で、人は悪いこと考えてる裏に、どこか優しさだってあったりするはずなんですよ。そんなものはないっていう風に見えるように能力を与えたと思うんですよね。正義の悪魔って。めちゃくちゃ悪魔な、悪魔だもんな。悪魔なんだよな。正義の悪魔ってそういうことで、正義の悪魔なんですよ。その、正義というものの悪いところだと思う。正義っつうのは俺何かって言ったら、一つの尺度しか信じないっていう、その、一つの尺度しか信じないっていう悪さ。だから、ロシアとウクライナのことについて、いろんなことを考えることができる。ロシア側の気持ちだって考えることができる。けど、テレビとかが、あいつらが悪いぜってするし、あいつらが悪いっていう風に言っときゃ、とりあえずさ、話はみんなとさ、合うからさ、悪いってことにするじゃん、みんな。本当にそうだと思い込む人もいる、たくさん。ロシアが悪いんだって。悪いってなんだよって思う、俺。いいってなんだよ、悪いってなんだよ。んだそのガバガバな尺度って思う。悪にしちゃったら楽なんすよ、相手を。本気に組んで殴れるから。人として扱わなくていいから。配慮をしなくていいから。でもそんなことはない。全然この世に。ない。で、みんなすごい優しい尺度を持って、俺という人間に対して優しい尺度をずっと選んでくれてると思って。うん。俺は、そんな友達たちが、周りにたくさんいて、今名前を挙げなかった友達も、心配したり、なんか、考えてくれたり、俺のこと。俺は、きっと、最初に友達が人生にいなかったから、友達っていうものにすごい執着があるんですよ。友達っていう概念に傷ついてたんですよ、きっとずっと。だけどずっと、ちょっとずつ大人になれば、本当に、ちょっとずつ、愛されるんだなって。俺が、悪魔にならなければ。なれるんだなって。愛されるんだなって。ありがとうって思ってます。だから、これをラジオにしようっちゅうのは、うん。そうだな。ジグドレスのテーマでもあるんですよ。これ本当に。一個の角度で物見ないって。で、俺たちは、なんで音楽をやってるかっていうと、言葉では何も伝わらないから、言葉では切り取れないから、宮崎駿は取材に行った先でスケッチを取らないらしいんですよ。でもその代わり見たものを何回も頭の中で思い出すんですって。で、俺、うん、素敵な瞬間。ライブ中、客席を写真撮ってみたことあるんですよ、携帯で。後で見返そうと思って、この嬉しい気持ち。でも、写真じゃあ、あの時俺の両目で見た世界ではないんですよ。三次元で両目で見てないし、あの空気と、あの時の俺の心とかは写真にはパッケージングできないんですよ。お客さんの俺を見る目のキラキラは、写真なんないんすよ。ライブ映像なんないんすよ。俺たちの表現したい優しさってのは YouTube に載せたって伝わんないんすよ、ライブ映像で。でもこうやって言葉で言っても伝わんないと思う。俺本当の意味では皆さんに。本当の意味で伝わるってことはない。でも、音楽にすると、この言葉では伝えれなかったことを伝えれるんですよ。絵にすると、音楽にすると。この気持ちをパッケージングできるんですよ。俺の、この心は、コードで言ったらこんな音かなって。C メジャー7かな今の気持ちは。うん。なんか、優しいけど、ちゃんといろいろ考えてる音っていうか、7度がルートと半音で当たってて、聞こえようによっては不安定だけど、なんていうか、複雑？シンプルじゃない音だな。でも優しい気持ちだ。それを音楽にしたら皆さんにもこういう音かってこの気持ちかって伝わるんですよ。本当になぜか海外の懐かしい感じのバンドっていうのは懐かしいテイストの音楽やってる。まあメン・アイ・トラストっていうバンド俺すごい好きなんですけど、メン・アイ・トラストとか最近で言うと好きで、メン・アイ・トラストを見るとすごい懐かしくて優しい気持ちになるんですよ。でも僕はその彼女たちと違う国で育って、彼女たちとは違う懐かしさを持ってるのに、彼女たちの懐かしいも俺にとっては懐かしくていいんですよ。で、ジグドレスが懐かしい感じを大事にしてるのって別にエモいからとかじゃないんですよね。短絡的に。その、あの頃が良かったなんて言いたくないって歌詞に入ったりするけど、2回ぐらい入ったな。大輝はその言葉を選んだな。そう。あれは、そうだな。過去っていうものはどうしようもなくいいもんなんですよ。思い出って綺麗になっちゃう。綺麗な証になっちゃうのーつってうん。嫌な恋愛とかもなっちゃったりするから人ってずっと昔に帰りたいんですよね。でもあの過去の中にある過去という方向にある、この、色で言うなら青いような、霞んだような、くすんだような、うん、憧れのある色。あの色を大事にしてるんですよね。俺たちが伝えたいのは懐かしさじゃなくて、懐かしさの中にある良さなんですよ。優しさ。資料。で、そうやって言葉で伝わるようなことだったらツイートしときゃいいんすよ。別に。なんでもいい。写真で伝わったら、インスタでもいい。けど、大輝は、あの人言葉使うの、苦手だから、人と話すの。気持ちをいつも曲にして切り取るんですよね。で、俺のリードギターは、そのテーマに対して、俺の気持ちは、例えば、うん、そうだな。タタ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 って気持ちなんですよ。本当に。俺の気持ち、あれが。なんていうか、普通に始まるけど、タタタターってなって、うん。そんな風に思いながら弾いてる。なんか。ああ、そうか。ああ、もうって感じ。タタタターところは、もう、くそ、仕方ないなーって感じ。毎日ってやつはよ、みたいな。例えば、うん。ジャクストとかって俺の作った曲とかは、あれは本当にその時の俺の毎日続いていく生活みたいなことに置き去りにされる怖さとか、それは俺は言葉じゃなくても伝えれると思ったんですよ。だからあれがみんなに聞いてもらえて、いいって言ってもらえたのはすごく嬉しかったな。伝わったのかもって。うん。でも今だったら俺もっと伝えれるな。だから、わざわざ音楽にするんですよ、僕たちは。伝えれないこと伝えたいし、そこに本当の美しさがあるし、そこに本当の学びがある。音楽は、俺は道徳の教科書みたいなもんだって思ってて。俺はすげえかっこいいバンドを好きで、そのバンドにいろんなことを教えてもらって、新宿でぼーっとしてるときに頭の中で、そのグレープバインの、あんまり有名じゃない歌を口ずさんでたら、その時やっと俺がそのレベルに達したのか急に意味が分かって、君を待つ間っていう曲なんですけど、その君を待つ間っていうのは普通に聞くとただ君のことを待ってる、待ち合わせをしてて向こうが遅れてきてるみたいな、なんかそんな歌なのかなって思うんだけど、あれ違うんだって途中で気づいて、多分この解釈で合ってるんですけど、まあグレープバインの田中さんに聞いたわけじゃないから、ほんと深い解釈あるのかもしれないけど、俺の解釈は、うん、俺の解釈はもうきっと二度と会えない愛おしい人に対して、それでも僕は一生待ってるよって、待つという覚悟を決めた人間の歌？もう会えないと分かっていても、それでも待つのは勝手だろって、そのすげえ怖い決意の歌で、優しい決意の歌、悲しい決意の歌だなって思って、亡くした友人とかに対して、俺からいつか離れていった、喧嘩して友達に対して、俺はそれをすごい思うな、君を待つ間みたいなことを。でも田中さんが描いたのはもしかしたら異性のことかもしれないし、でも俺はそうやって解釈できるし、でも伝えたいシーンは男だとか女だとかそういうことではないと思うんだよな。だから俺には伝わった、響いた、成長させてもらえた、それでそうだなって思えた。俺たちがしたいのは、ツイッターでも、インスタグラムでも、ラジオ DJ でもなくて、音楽だな。音楽です。それで伝えるのが好きだから。伝わるのが好きだから。わかるのが好きだから。わかってもらえなくたって全然、でも楽しんでもらえればいいと思う。最近僕らは反省して、まあ個人的に俺ですけど、すごいどうやったら聞いてもらえるだろうとか、そういうことばっかり考えてたんですよ。でもそれとかって、悪く言うや、人気くれ、金くれなんですよ。そんなのは。みんなが好きなテイストを選びました、どうですかってのは違う。そんな不誠実なことはない。あんたらに。申し訳ない。この場を借りて謝ります。本当にごめんなさい。そうやって、その尺度を持ったことに対して。でも、もう、その悪魔に流されないです、僕ら。絶対に。みんなが、聞きやすい、聞いてくれる、音楽。親切ではいたいから、聞きやすいものがいいなって思うんだけど、かっこいいものがいいなって思うんだけど、でも、金くれとか人気くれじゃなくて、この優しい気持ちを、みんな分かってって。うん。それで、優しくなってって。救われてくれって。それが、俺たちが本当にやりたいことです。吉田とね、隼人には、ちゃんとこういうことを昨日あったわけじゃないから言ったわけじゃないけど、でもこういうことは近いことはよく言ってて、吉田もすごく分かってんだよな、それ。すごい。でも俺あの人に教えてもらったのかも、一周。ジグドレスに教えてもらったんだよな。うん。だから、安心してください。なんか。あなたたちを幸せにできる準備ができたと思います。救われなかった。たまたま僕はいい友達といい出会いに、いいお母さん、いいお父さんに巡り会えて、最近お母さんとも電話したんですよ。じゃあ長々するのは久々で。でも、ああ、そうか。俺がこんなに優しくなれるのはこの人が死ぬほど優しいからだと思って。で、親父と、なんか喧嘩したりとかもするし、おかんは。昔言ったけど、僕は一人息子で、そのおかんが昔言ったんだけど、ちっちゃい頃に、家の中に血が繋がっとるやつはあんたしかいないからって、味方があんたしかって言ってたことがあって、その歌、まあ親父もお母さんの味方だと思うんですけど、親父はね、結構、なんか、わがままなとことかもあって、うん。多少おかんもさ、人を怒らせるところもあるし、すごいね、心配性だからしつこいんですよ、あの人。でもそれは優しさからくるくる迷惑なんだよな。あれは。でも俺、当時高校生で、そのお母さんと俺ずっと家で話したんですよ。お母さんの人間関係の話とか、俺の思ってることとか、ずっとこうやって今、ラジオに話すみたいに、俺はこういう考えて、そうか。でもお母さんのそれはこうじゃないかって。あんたのそれはそうなんじゃないって。お互いに言ってて。結構ね、やっぱ頭のいい子供だったんですよ。親父にいて俺は。うん。親父マジで賢いからな。でも、そんな中で俺は、お母さんが心配性ですごくするから、10代らしく嫌になって逃げたんですよ、家から。出てったんですよ、大学に行って。で、お母さんすごい寂しがって、でもそれは当然の成長だ、お互い。おかんと俺のマザコンじゃないんだからっていうのがあったけど、でも今思えばお母さんを家に一人にして本当に悪かったなって思って、俺はその尺度を持てなかったんだよな、子供だったから。でも、俺は大人になれたんですよ、やっと。ごめんね、お母さんって今はすごく思えるし、皆さんに、未熟で悪かったって、未熟なくせに、人の気を引くのは一人前で、変に人気とか出て、本当に悪かったって思ってる。対する人間じゃなかったって思ってる、全然。あの時の俺とか。でも、優しい気持ちだって俺にはずっとあって。まあ、ゆうこちゃんの気持ちだからすげえわかる。みんなから人気とお金が欲しいけど、みんなのことをほんと大事に思ってるとか。来た DM とか俺ちゃんと人として接して返すもん。ちゃんと。悩んでんだこの人と思って。救いなれる言葉は何だろう。僕から出てくるって思って。なんか、そりゃ自分で言うことじゃないけど、なんだろうな、こういう美しい気持ちがあるのに、あったりするのに、それを忘れてコスプレイヤーに DM を送ったこととかあります。本当に申し訳ない。皆さん。本当に申し訳ない。懺悔します。本当に申し訳ないです。ただ、その俺がいても、あなたたちに対して優しい気持ちを持った俺もいるということは、言い訳として伝えたいです。思ってます。よく思ってます。他のミュージシャンとかよりも思ってんじゃねえかな。みんなはなんで俺のことを好いてくれるんだろうとか、この人たちに何を返せるだろうとか、本当にそんなね、バカみたいな優しいことをね、思ったりします。それは僕が幸せになって暇だからです。暇だから、欲がなくなって、暇だから、少なくなって。だから、暇だから、やることなくて、せめて優しいことしたいんですよ、俺。俺、昔、文章書いてて。それで、その時は、もう、それはもう5年前とかで若かったから、俺、自分の救いたい人たちに対して、なんだろう、優しい尺度を持ってたんだけど、その尺度だけを強く持って、その尺度じゃないものをすごく否定したんですよ。まあ、例えば、そうだな。すごい純粋に音楽を楽しんでる人たちもいるのに、不純な奴らがいて、そういう奴らのせいで純粋な奴らが困ってんだ。俺はそういう奴らを許さねえ。純粋に楽しんでる人たちを救ってやりてえって、本当に思ったんですよ。でも俺失敗しちゃって。その時も俺、それで、その大きくなってお金が入るようになったら、お金が欲しくなっちゃったんですよね。悪く言ったら。でもこれは俺は自分で自分のこと悪く言う癖だから、それだけじゃ全然ないんだけど、一緒に働いてる人たちを食わせていかなきゃとか、だから、そこに不純が生まれたんですよ。その不純っていうのは、ちゃんと結果に出て、俺の中で全く愛せない人たちとか、もうたくさん出てきて、ファンの人に。マジで嫌になったんですよ。裏切られることもたくさんあって。なんか、一緒にやってこうねって信じた人に、本当に冷たい裏切られ方をしたとか。それは、きっと皆さんもこれから味わうと思う。もう味わってる人もいると思う。裏切られるのは避けれないと思う。だって人だもん。でも、本当に最後まで冷たい尺度だけで俺を裏切ったやつもいれば、一旦は裏切ってしまったけど、さっき言った友達とかはそうなんだけど、一旦裏切っちゃったんだけど、って。でも、すいませんでした、本当にって。申し訳なかった、あの時はって。誠実に、本当に怖いと思うのに頭を下げてくれたやつとか、いるんですよ。でも俺は、とにかくそれで、文章書くの嫌になっちゃって。なんか。だけど、あの時も俺は本当に、別の世界軸にいる俺を救いたかった。みんなのことだ。あなたたちのことだ。寂しいですよね。なんか、テレビを見たら、自分、じゃあ同意できないような浅はかのことが世界の正しさだっていう風に加点されてて、大きな声で大多数だっていう暴力性があって、それはその大多数だって感じっていうのは、俺はそこに入れないなっていう優しい人間の思慮の深い人間にすごく孤独を感じさせることだと思うんですよ。インターネットは孤独になりました。すごく嫌なやつの声が大きくなって、優しさが寂しくなりました。優しくいる人が寂しくなりました、すごく。俺はそれを救いたいです。あの時の俺を救いたいです。それが俺にできる唯一のことです。だから今こう思ったことを忘れないようにしたいと思います。だから、これを、インターネットに載せるかどうかは置いといて、なんか、覚えてようと思います、これを。俺は。これはこれで、俺は言葉を使うのが上手いから、大輝と違って。言葉でもまあまあ伝えれると思うんですよ。で、それがこれです。でも、伝わりきんないからやっぱり音楽を作ります。聴いてください。だから。で、よかったら、分かってください。で、よかったら、優しくなってください。それで、本当によかったらでいいんですけど、そうなれたときは、それを、誰かを助けるのに使ってください。そしたら僕たちに生まれてきた意味があります。優しさを受け止めた意味があります。優しさに本当に報いることができます。僕たちは一生生きていきます。だからそうしたら、一生っていうのは人類が滅ぶまで、俺らたちが作った優しさは、誰かの心に残って、それが次に繋がっていくなら、その形が、俺たちの手を離れて腐らないなら、俺たちは、永遠に生きることができます。体がなくなっても。思想としてだからよかったらそうしてください。ありがとうございました。